皆さんこんんこにちちはハンドドメイドキヨちゃんです今回はこちらのダイソーさんのリサイクルコットン100%の白の糸で帽子を編んでいきます材質は綿100%重さは 50g 糸長は 120m になります使用かぎ針は 3.0mm から 4mm になっています おすすめの使用針は、かぎ針は6号になっているのでえ、今回は6号で編んでいきます。標準ゲージは 10cm 平方メリヤサ編みで23目から30段になります。色番は RE1 ホワイトになります。3.5mm の6号針を使用します。編み方は、 以前ご紹介した細編み円の編み方、えー、6目ずつ増し目をしていくんですけどそちらの編み方を参考にして編んでください、えー、動画は概要欄からも入れるように貼り付けておきます1段目輪の作り目から6目細編みを編んでください 最初に立ち上がり鎖1目編んで細編みを6目編みます2段目は、えー、1目の中に2回ずつ細編みを編み入れて12目になります3段目は1目を木に増し目これが増し目のマークです1目を木に増し目をしていきます18目になります4段目は 目目目をににに増しななります24目になりまますす5段目はえ細編みを先に1目編んでから、えー、増し目を編1回編んでその後は3目ごとに増し目3目編んで4目目に、えー、1目の中に2回細編みを編み入れていきます。 最初に細編みを1目編んだので最後は増し目をして2目細編みで編み終わりますそうすると30目になりますこのように編み進めていってくださいで、えー、この8段目から数字になっていますがちょっと書ききれなくなっちゃうので 細編みの部分を数字で表しています6目細編みを編んで斜め目に増し目をしますこんな感じで13段まで、えー、こちらの編み図に従って編んでいってくださいで編み方は先ほども言った 動画に、えー、紹介しているのでそちらを見て編んでください14段から38段はサイドになります14段目は増し、えー、目なく細編みで78目編んでいきます15段目は 12目おきに,増し目になります12目細編みを編んで13目目に増し目を編みますそれを繰り返して84目になります16段目は増し目なく細編みで84目編みます17段目は最初に6目細編みを編んで7目めに目 増し目それから13目を機に増し目になります13目編んで14目目に1目の中に2回細編みを編み入れますれを繰り返して最後に7目細編みで終わりますそうすると90目になります18段から20段は 増し目なく細編みで90目編みます21段目は14目おきに増し目96目になります22段から24段目は増し目なく細編みで96目編みます25段目は最初に斜め細編みを編んで8目目に増し目 その後15段おきに増し目をしていきます。最後、増し目の後、8目細編みで終わります。102目になります。26段目から34段目は増し目なく細編みで102目編んでいきます。35段目は前段より2目減らします。 最初と真ん中50段目ぐらいで1目ずつ減らしてください36段目は増し目なく細編みで100目編みます37段目はこのクロス編みをしていきます立ち上がり鎖3目編んで2目戻って長編みを2目 後ろの方で編みます鎖を1目入れてまた 3, 3目ここの鎖の部分に入れると4目向こうから長編みを編んでで戻る形で長編みを2目編みますこの編み方は、えー、後で動画で説明しているのでチャプターからご覧ください で最後サイドの38段目今まで100目だったのでまた2目102目に戻します最初と真ん中らへん50目目で1目ずつ目を増やしてください1目の中に2回細編みを編み入れて目を増やしてくださいここで サイドの部分が終わります39段目からブリムになります39段から55段までブリムになりますつばの部分です39段目は16目おきに増し目をしていきますで108目になります 40段目は8目細編みを編んで増し目その後は17目おきに増し目をしていきます最後に、えー、増し目のあと9目、えー、細編みで終わります114目になります41段目、えー、18目おきに増し目をしていきます120目になります 42段目は最初に9目細編みを編んで10目,目で増し目次からは19目をきに増し目をしていきますそうすると126目になります43段目は20目をきに増し目をしていきます132目になります 44段目からテクノロートという、えー、プラスチックの針金を一緒に、えー、編みくるんでいきます。これも動画を用意してありますのでそちらをご覧ください。44段は増し目なく132目細編みを編みます。45段目は 最初に10目細編みを編んで11目目に増し目その後、二21目をきに増し目をしていきます最後細編み11目で終わります138目になります46段二目22目をきに増し目をしていきます144目になります 47段目は11目細編みを編んで増し目その後二23目をきに増し目が入ります最後増し目のあと12目細編みを編みます150目になります48段二24目をきに増し目をしていきます 百五十六目になります。四十九段目は増、ま、し目なく細編みで百五十六目編みます。五十段目は三十七段目のこの編み方をまた編みます。えー、少し動画で、えー、テクノロートが、えー、のここの部分は。 あの入っているので少し,紹介していますえー、100えー、っと51段目12目細編みを編んで13目目に増し目その後25目をきに増し目をしていきます最後に13目細編みを編んで終わります162目になります52段目は 26目をきに増し目をしていきます168目になります53段目は13目細編みを編んで14目目に増し目その後27目をきに増し目をしていきますそうすると最後14目細編みを編んで終わります174目になります 五十七段は二十八目おきに増し目をしていきます。百八十目になります。最後は、えー、増し目なく細編みで百八十目編んで終わります。えー、最後に、えー、テクノロートを、えー、編みくるみ終わるので、そこの部分を 動画で紹介しています他にもあの要所要所であの説明が必要だなと思うところは、えー、動画で説明してますので、えー、編まれる方は一通り動画を見てからお編みください。34段中心から編んできました。そしたら えー、102目目数がなるので、えー、2目減らして100目にしたいと思います最初と、えー、中間の50目あたりで、えー、1目ずつ減目したいと思います最初の目と2目目 糸を引き出して針に糸をかけて一気に引き抜きますこれで2目一度の減目ができましたそしたらまた48目普通に減目なく細編みを編んでいきます 37段目になります37段目は透かし模様を編んでいきます、えー、立ち上がりの鎖3目を編んで、えー、普通だったら、えー、編み方向はこちらなんですけど、えー、戻る感じで編んでいきます長編みを編むんですけど えここが最後の前段の最後の目で。一、えー、二、三目。三目前のところに針を入れて、長編みを編みます。そしたら、隣の最後から二目目の目に針を入れて、長編みを編みます。 これで、えー、交差編みができましたそしたら鎖を一目入れてこの最初の目この最初の目を飛ばして、えー 1> 1 2 3目目全部で4目目1234目目に針を入れて長編みを編みますそしたら2目戻って長編みを12この順番に編んでいきます。 鎖を1目入れるのを忘れずに1234目目に針を入れて長編みそして2目戻ったところに針を入れて長編みその隣の目に。 長編みこれを繰り返し編んでいきます、はい、えー、37段目の最後に来ましたへこさ編みを編んで最後に鎖を1目編んだらえー、最初のこの立ち上がりの鎖3目の、えー、3目のところとこの 長編みの後ろの長編みのこの間の輪になっているところに即に針を入れてここで細編みを編んでこれで38段目を編んでいきます。まあ、最初の目になりますそしたら えー、この長編みの、えー、目の頭に針を入れて細編みを編みますそしたら、えー、また102目に戻したいので、えー、この段で2目目を増やしたいのでここで1回増、えー、し目をします今入れた 目にもう1回針を入れて細編みを編みますこれで1目増えましたそしたらまたえ半分ぐらい行ったところで増し目をしてください今のように同じ目に細編みを2回編み入れてくださいそうすると、えー、102目に なりますではしばらく編み進めていきますここの鎖編みのところはこのように鎖の部分2本を拾って細編みを編んでくださいはい38段目が編み終わりましたそしたらサイドのこの えー、クランの部分が編み終えましたまた編み図に従って今度はブリムつばの部分を編んでいきたいと思います、えー、ブリムの、えー、最初の部分も、えー、引き抜いて立ち上がり鎖1目を入れずにそのまま編んでいきます え立ち上がり鎖1目は編まずそのまま細編みで編んでいきます16目細編みを編んで17目目に増し目を編みます43段まで編んできました。段目からは テクノロートというプラスチックの針金を編みくるみながら行きます。これが浜中さんの0.7ミリのプラスチックの針金になります。これに熱収縮チューブをこのようにつけて ここを輪にしたものです。こちらのチューブは、浜中さんの六丸五という熱収縮チューブですけど、こういうあのチューブになるんですけど、三十センチ長さがあるものです。これをこの針金に、二点五センチぐらい。 カットしたものを最初に入れてそれで、えー、この針金を折り曲げてこのように輪にして輪にしてそれでここを、えー、ドライヤーで当てるとチューブが収縮してこのようにあの固定されます。それを 細編みで編んでいくときに、えー、一緒に編みこ編みくるんでいきます、うん、最初に、えー、目に針を入れてでこの、えー、針のところにこの輪にしたワイヤーを 入れて糸を引き抜いて細編みを編みます次からは、えー、こう添えるようにこうして、えー、細編みに一緒に編みくるんでいきます この44段目は、えー、増減がないのでそのまま細編みでこのように編んでいきます44段目以降も、えー、一緒に編みくるんでいってくださいはい、次50段目になります50段目は、えー、このサイドで編んだ 交差の透かし模様を編んでいくんですけど、えー、この時とは違ってこのテクノロートがあるのであのー、ちょっと説明したいと思います、えー、ここが49段目の最後の目ですけど、えー、立ち上がり鎖3目編んで針に糸をかけて 1> 1, 2, 目戻ります後ろから3目目に針を入れてこの時にテクノロートも上にのせますそして長編みを編みます。 えー、この最後から2番目の目を編む時はこのロートは編み込まずに普通に長編みを編みます。これで、えー、こんな感じですね。 テクノロートが編みくるまれました。はいそしたら。えー、この。これはテクノロートは。えー、編まずに、編み込まずに。五十段を編んでいきます。えー、サイドを編んだ時と同じように。 鎖を1目入れて1234目ところに長編みで2目戻って長編み1目長編み2目で鎖を1目入れてこのように。 同じように編んでいきます。一二三四目。五十段目の最後、ここクロスを編んで、鎖を一目必ず編んで終わってください。そしたらこの立ち上がり鎖三目の の輪になってるところに即に針を入れて細編みを編みますこれがえ51段目の最初の目になりますそしたら、えー、2目目にこの2目目からこのテクノロートを編みくるんでいってください でえー、51段目は12目編んだら、えー、13目目に増し目をしてその後はは25目おきに、えー、増し目を編んでいきます。で最後増し目を編んで、えー、13目細編みを編んで終わります。 えー、それ以降もこのテクノロートは一緒にまた編みくるんでいってください。最終段55段の、えー、最後のラスト10目のとこまで来ましたそしたら、えー、最終目に、えー、このテクノロートの、えー、テクノロートを輪にして それで、えー、針を通して終わるので、えー、ここで一回このテクノロートをこの編み地をこう伸ばして、えー、テクノロートがちゃんと馴染むように一回こうやってしごいてから、えー、針を通したいと思います。 はい、そしたら、えー、ここの、えー、カットしたところが中にちゃんとこう収まるようにして、えー、ここのところをドライヤーで当てて収縮させますはい、えー、最終目最終目の手前までこのように。 編みくるんできましたそしたら最後の最終目目を拾って輪にしたテクノロートをこのように針に入れて糸を引き出しますそれで細編みを編んで。 これで最後終わりましたそしたら糸を引き出して糸端をカットして最初の目にこのように糸を通して。 最後の目にまた糸を渡して後ろに縫い付けて糸端を始末します最初の編み出しの糸端は編みくるんだのでそのままカットします えー、玉の、えー、つなぎ目は、まあ、そのまま編み地の裏側に、えー、適当に縫い付ければいいです。こんな感じでちょっと戻る感じでこのように。 縫い付けてカットしてくださいこっちの側も同じようにこのようにこれで最後に裏側からアイロンを当てれば。 完成になりますはいこのように完成しました、えー、サイズは、えー、こちらの中心からサイドまでが17センチこのツバの幅が、えー、ここが2センチでここが5センチここが1センチなのでだいたい8センチ9センチぐらい あります、えー、テクノロートを入れたのでこのように形をいろいろ変えることができます。こういう感じでこのように変えることができます。えー、図周りは 57cm レディースの M サイズになります。 えー、ここのところにテープを通してリボンをつけてもいいですしこのまま透かし模様を見せた形でかぶってもいいと思います、えー、夏らしい重さも、えー、このテクノロートも含めて 100g 以内で、えー、完成しますのでとても軽くてかぶりやすい帽子になっていますぜひ 編んでみてください。この動画参考になったよという方また、えー、ハンドメイドきよちゃんの動画見てみたいよと思う方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。最後ままでごご視聴ありがとうございました。